こんばんは、入山明子です。今日はいかがお過ごしでしたか？3月19日木曜日、入山明子のつれづれ日記。今日、上川町から先日見に行った春町桜の満開の写真が届きました。桜の花を見ていると幸せな気持ちになりました。それから昨日いただいたゆで卵の殻を剥きやすくする道具を使ってみてゆで卵をしてみました。本当に殻がすぐに剥けて感激しました。また元気に笑顔でお会いいたしましょう。おやすみなさい。